スして、ん、何それ、左下、え、何何それ、なんでそんなちょっとだけ映ってんの、すっごい気になんだけど。え、見えました、判明しました、ジュース。いや、多分なんかアヒルちゃんかなんか浮いてんだろうなと思ったけど、その上のジュースだったね。副賞を増やそうと思うのでトレジャーを買っちゃいますね。もう買っちゃおう。どこ、あれ、どこ、限定トレジャーどこ、え、どこにあるの、え、上かな、あーあったあった、これです。もうある程度買ってあるんだけど、え、何個かわかんない、これ、ん、これもう足りてんのかな。うわー、足りた。初めまして、師匠様。思ったよりも頼りになりそう。あ、本当？そんなに頼りにしなくていいと思うけどな。で、なんでこの子かっていうと、いや、別にツインテなのはたまたまなんですけど、奥義をね、獲得したかったんですよ。はあ、で、スキルはどんな感じさ。ランダムに敵1名に 360% ダメージを与える。そして、3ターンの間、奮起状態に入って自身の防御力が 15% 増加。攻撃力が 25% 増加する。デバフではなかった。まあ、重要なのはそこではないんですよ。重要なのはこちらです。なんと2つ解放できたんだよね。砲術防御プラス6パート、HP 上限、プラスレベルかける300。ちょっとよくわかんない。これが、物理防御貫通プラス100。OK、これで、戦力がね、そう、4000万いったんだよ。今、4040万になりました。加工派ちゃん、物理防御貫通が、もう5100もある。これは、なかなかだと思うんですけど、あ、そうでもない。日を改めて、また違う限定トレジャーを買いに来てます。お？めっちゃ余った。あ、マジ？ちょうどいいくらいかなと思って買ったんだけど。お会いできて嬉しいです、ご主人様。全然余っちゃった。まあいいけど。君もね、スキル目当てなんですけど、まあその前にもう一人、実はこの人ももう買っちゃってます。これはどうですか？もうちょっとかな？あなたが私のご主人様？うん。悪くないね。ちょっきり足りてたらしいです。そういうわけなので、一気に3人の副賞を増やすことができたね。まず、こっちの人はスキル目的だった気がする。敵1名に 280% の物理ダメージを与えながら2ターンの間、敵に火傷状態を付与する。火傷状態で毎ターン 3% のダメージを与える。っていうスキルなんで、これをね、パーティーに組み込めばいいのかなと。こっちは、ダメージだけか。じゃあ違うね。枠はあるかっつったら、まあ、知らんなーって感じなんだけど、どれにするか？ボス戦の、紹介と入れ替えてみますか？紹介は、ちょっとしばらくアバターにはできないので、他のデバフ要因と、やっぱり入れ替えようかな？これで、やけどが入ってきて、闘技場の方にも入れた方がいいのかな？でもね、闘技場はまだこれで様子見でいい気がするな。あとまたスキル奥義の解放ですね。なんとまた2つ解放だわ。あ、君も奥義持ってたんね。そっか。最小攻撃プラス2000、最大攻撃プラス2000。そしてこっちが HP 上限プラス1万5000。占領育成炭助かる。とりあえずね、パパッと解放できそうな奥義に手を出したんですよ。で、あとはちょっとアバターの子たちになってきちゃうのと、あ、でも甲冑と孫作だね。あとはあとこの2人が出てきてくれたら私はすぐ取りに行こうかなと思ってますね。今持ってる既存の子たちの強化もまあもちろん大事だけどって、いや、この辺来るとね、もう無理だね。きついな。あー、これもまだいけそう。砲塔か。まあこんな感じですね。残り1個ってなってるところを見てったら、まあキリがないとは思うんだけど、ひとまず奥義解放はこれでいいかな。ん？何これ。あ、うん、馬長ね。あれ、こんな、あ、そっか、馬長こんな見た目だったか。今私アバターだから結構印象が違うね。いや、でも馬長さ、なんか違う見た目の、あ、これだ、これ。これ何？なんでなんで？
馬長さんだけどうしてこんな複数の見た目があるんでしょうか。これ複数の馬長をパーティーに入れれるってこと？不思議な人だな。図鑑なんだけど、いやこの表示本当に可愛くていいね。全然埋まってないけどね。赤がちらほらちらほら、この辺はもうだいぶ埋まってきたけど、これいいね。この皆さんのね、頭とかね、体の部位がちょっとはみ出てる感じのやつ結構好きだよ。それにしてもなんで馬長は復讐種類いるんだろうね。この副将を集めまくることに全力を費やしているコレクターって人もやっぱいるわけじゃん。やっぱり新キャラが出たらすぐ入手してんのかな。一人一人の強化は別にしないで、でも人数だけ揃えてったら奥義はどんどん空いて、ステータスもみんな上がっていくわけだもんね。ってことは、お城関係の戦いをするときに有利だったりするんじゃないの？なんか君ちょっとでかいね。戦機無双でね、戦ってるときに、すごい使ってなさそうな副将なのに、ステータスめっちゃ高いなと思うことがあるんだけど、多分そういう人は扇を開けてるっていうことなんですよね。それで SR があと2人、全然集まってないし、見たことない子たちだな。この子たちも、なんか景品交換みたいなやつであるんだろうか。私が見逃してるだけかな。で、レアが2人、レアの新キャラも出たら出たで話題性あっていいとは思うんだけどな。奥義、あ、でもな、奥義集めるの大変。え、何？私は何が言いたかったの？何言おうとしたの今。背景を変えたらね、ドコーソンちゃんにぴったりだったね。かわいいなぁ。やっぱツインテじゃないと。私の副将一覧画面ではツインテの方のドコーソンなんだけど、対戦の時とかに人から見たら虹ヤバのまんまのドコーソンだから、そこもちょっと変えてくれたら私は嬉しいなとは思うんだけどね。枠だけ虹色だったらさ、わかるじゃん。枠だけ虹とか、枠だけ赤とかだったらもうわかるから、アイコンをね、人から見た時の副将のアイコンも変えれたら、ちょっと幸せなのになって思うよね。したらさ、人から見た時の私のパーティー一覧も全部ツインテちゃんになるじゃん。加工派だけ違うけどね。あの子は特別なんで違うんだけど、それ以外はさ、ほとんどみんなツインテで固めれるじゃん。かわいいなー。